いけてますか。はい、今 JR 茨城駅の下を通り抜けてですね、いよいよラーメン新さんへ突入しようというところでございます。これこれを、どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、今ちょっと正面撮ってほしいんですが、はい、またしても、茨城市役所前でございますね。はい、今現在ね、茨城市、画面向かって左側ですね、の一大プロジェクトで、ね、立ててるんですよ。あっち見えます。はい、ね、なんかだいぶできてきましたね。まあ、ここ憩いの場を作ろうということで、かつて右側の UI ホールがあったんですけど、 ありましたね。あれが成人式で使っているのが耐震構造でダメになって潰して公園になったんですよ。はい、で、かなり左側の運動場が改装されて、あ、なるほど。もうここいつまで茨城フェスティバルやった場所やったんですけどね、今建造中でございますよ。はい、ゆっくり走るとそこね、ほらなんかこんなんできんねん。空間都市みたいなね。空間都市ね、茨城市すごいですね。頑張っておられるんですけども、はい、本日は視聴者コメントやってみたシリーズですね。はい、我々2人はもうすでに旅に行ったことがあるという茨城市の名店ラーメン屋さんをご紹介したいと思います。はい、一回ちょっとね、店の前通ってみましょう。はい、で、そのお店はあの2022年の、ラーメン100名店ウエストバージョン、要するに西日本ってことですね、はいはい、に入っております。あ、そうだったんですか。入ってます。つむぐさん行ったやんか。はい、前行きましょう。あそこも入ってます。あ、そうなんですね。入ってます。あら、結構ね、あの高槻の金星ラーメンの派生型はみんなね、あの好きなんですね。お、高槻金星も入ってたし、う、ね、うんうん、結構ね、関西では大、あの高槻茨城めちゃくちゃ頑張ってるんですよ。名店ラーメン激戦区みたいな感じになってるんですね。そうそう、名店ラーメン屋さんがあるということで、今回は、ラーメン新さんですね。はい、はい、あの視聴者さんいつもありがとうございます。まあ、うまいラーメン屋だけコメントで紹介したなって感じです。両方並ぶやないかいと思いましたけど、まあ、今日はね、ちょっと仕事がね、あの3時半まで空いてるんで、今1時なんですけど、はい、ご飯を食べにやってまいりました。はい、いつもコメントありがとうございます。ありがとうございます。よく知ってるね。おいしいもの。じゃあ、あの2つをコメントでくださる、つむぐさんと、はい、ラーメンしんさんうまいっすよねって入って、はい、ラーメンしんさんずっと言ったじゃないですか。はい、あれ、この人詳しいなと思ったんですよ。はい、で、あの、その2つのお店の名前入れたら、はい、そのラーメン百名店、はい、これちょっと左ですね、並んでる？あ、並んでない。お、行きましょう。そうで、ラーメン百選、はい、あ、百名店にその2つとも入ってた。その人はめちゃくちゃラーメン通なんですよ。今日分かってんなーで、福ちゃんラーメンも行ってくれよと思いましたけど。私、逆に福ちゃんラーメン食べてることがないんでね。あれ、実はご一緒したことがないです。あ、そうやったっけ。はい、あ、ごめんなさい、なんかいらんこと言ってた。まあ、あれはフードソウルフードなので、はい、そのラーメンうなるね、こう天然だしから行くっていう人らがしたらなんじゃこれって言うかもしらんけど、はい、あれはその昭和を感じる、あの茨城市の名店ラーメン屋さん、ね、ずっとある。そう、屋台のラーメンがうまい時あるじゃないですか。はい、でも今回のラーメン審査も間違いない。はい、ただまあ好みで選んでくださいね。はい、僕醤油にしようかな。白醤油、ちょっと考えちゃうね。はい、ちょっとメニュー見て。でもここでもう止めちゃってですね、はい、さっさと行ってしまいましょう。はい、ではね、早速行きたいと思うんですけども、はい、もう行ったことあるか分かってるもんね。あ、ごめんなさい。え、分かってます。分かってるよね。V8 ね。V8 ね。じゃあちょっと画面変えてみる。あ、 V8 ちゃんね。今日も混んでんのかな、 V8。 混んでるじゃん、ちょうどお昼ですもんね。今までね、1時。1時。他見えへんやんか。見えないですね。どうでしたね。ちょっと待ってよ。ちょっと見たくなるな、これ。ちょっと行ってきますか。あ、今日は行けそうやで。あ、並んでる。並んでますね。並んでる、並んでる。いや、人気ですよ、そら。ね、うん、美味しいな。いやいや、それしか言いようがない。言いようがないです。うん、美味しいですよ。ね、うん、ここが現在ね、阪急茨、あ、ごめんなさい、JR 茨城市駅
周辺でございますね。え、吐いてまんまやん。クリスマスのイルミネーションもそろそろやってるんですかね。ねえ、クリスマスキャロルがね流れる頃は君と僕の答えもね、何やねんその答えってやましいわって。え、ああ、そうですね。そうそうそう。茨城掃除が釣られてます。ああ、なるほどね。いや、どこよ。あの上足元から。いや見えへんでしょこれ。ちょっと待って、ね。掃除が。ほぼ見え、見えます、ね。いや見えないですね。見えないですか、ニパッと。ニパー、ほんまや。そうですね、茨城掃除ね。いや、素晴らしいですね。なんかあの妖怪系の漫画で茨城掃除が準主役ぐらいまでなってたなんて。あったらしいですけど。今日俺後ろ前になってない。今日は大丈夫ですね。あ、よくやるんですけどね。あ、アホやからもう。逃げてますか。はい、今 JR 茨城駅の下を通り抜けてですね、いよいよラーメン新さんへ突入しようというところでございます。あの寒いので日向へ行きましょう。もうすでにちょっとね並んでおられた。あれタイミングですもんね。え？いや知ってるよ。だから並んでるけどタイミングだものねって。そうですね。何聞いてんねんお前に聞いただけど。いつも聞いてくれへんよ私の。聞いてるんで。あんまりちょっとね今信号に釣られそうでしたけど信号赤のままでしたね。今日ちょっと暖かいですね。あったかいですね。現在の気温が14度。はい。見てたら僕プラプラの服で着てるんだから。いけるぐらいの暖かさですね。え？全然いける全然いける。いけますよ。でラーメンいただくのにジャンパーとか邪魔じゃないですか。そう、前回学びました。ちょっとでそうコート着てったりとかね。待ち時間があったらちょっと上着は欲しい。まあね、あそこ前ね、前の前撮ってみましょう。まあ実際ですね、まあここはもう有名店ですので、まあ茨城市民の方は一度はまあお尋ねになったことがあるのかなと。まあ、私どもがね紹介するまででもないかもしれませんけど、店内は会話禁止やねんね。そこがね、だからもうほぼ静かに食べない、もうラーメンの映像しか映せないと思いますけど。しっかり味わって。そうですね。ああ、またさらに人増えてるやん。やっぱね、大人気のお店はどうしてもね。はい。ちょっと向こう巻き取ってみます。カレーがね、売り切れてます。カレー売り切れ。人気あるね、やっぱり。今日何食べる？白醤油ラーメンを食べたいですね。あ、ど真ん中来たね。はい、じゃあ僕和風醤油。はい。あとメンマ増し増しですよ。ご飯いる？あ、カレーじゃないか、ご飯いらんのか。ご飯白ご飯ショーを食べたいです。白ご飯ショーね、了解。前回がじゃあ本当にスイッと入れて絶対入れたな、うん、ね、でもこの大葉入りがいいんですよね。大葉入りね。塩醤油ラーメン、醤油ラーメン、和風醤油ラーメン。僕前に何食べたかな。どっちしたっけ。なんかでも前もなんかその2つを食べた気がします。僕細麺、君は？あ、じゃあ僕太麺になってる。あれ？塩ラーメン、塩ラーメンは細麺です。あれ、俺細麺食べたで前。なんかね、あ、じゃあ塩ラーメン食べたんかな。塩チャーシューかなかった。いや僕あんまりチャーシュー食べない。塩ラーメンじゃない。あれ太麺やったっけ？あ、でもね、麺の太さは変更可能なのでお声かけください。あ、ほんま、あれ僕かけたんやったっけ？なんかちょっと記憶も曖昧やつ。本当にうまいラーメン、やっぱ土日休んじゃうんですね。スムーグさんもそうやね。平日でしか食べれないね。で黙食ですかね。空いてる時間も11時15時全く同じじゃないと思うし、よく見たら、ね、お昼の営業だ。視聴者さんもあれなんやな、時間見て平日に会社有給使ってきてんのこの隙にって思
ていう時が面白いね、好きな人はね。これこれ、お待たせしました。僕はまだ細麺にしました。はい、こちらが麺伸ばす、はい、こっち太麺やもんね。もうちょっと下かな。はい、ちょっと太めやね。美味しい。いや、塩醤油うまいな。あ、これ前逆頼んだんちゃうか。ね？かもしれないね。黙食や。大丈夫。はい、ラーメンどうでしたか。美味しかったです。美味しかったです。そのままでございます。ありがとうございます。あの大葉がすごく爽やかな、うん、白醤油ラーメン。あ、そうです、そうそう、白醤油ラーメンを。美味しい。あれおすすめ1位ですよね。僕もあれ大好き、ね、あれ太麺なんですね。あれ太麺です。細麺に買えなかったんですね。うん、選べるけど、うん、そのお店のおすすめのそのままの太麺で。太麺が良かった。太麺良かったですね。あれ珍しく、うん、僕細麺派なんでね、あの、はい、普通の醤油ラーメンの、うんうん、細麺に変えてもらって、はい、いただいたんですけど、うん、まあ本当美味しい。美味しかったですね、うん、で何がうまいかって、うん、まあ、特にね、君が食べた、はい、あの白醤油ラーメンの、はい、あの大葉のこう、うん、なんていうの、なんとも言えないこの和風だしっていうか和風スープみたいな、うん、こう調和感むちゃくちゃ取れてて、はい、なんやろうね、なんでしょうね、なんか不思議よね。あの美味しさはちょっと、まあ、言葉で何とか表現してなあかんない今頑張って言うけど、はいはい、なんやろう、あのラーメンのスープと白ご飯で、うん、なんか素晴らしい定食ができそうなぐらい、うん、その完成度が高すぎて、はい、僕韓国行った時に、はい、あの韓国のお友達が、はい、あのザマさんここうまい、ここ行こうぜって車出してくれて、はい、ある冷麺屋さん行ったんですね、はい、冷麺はほらキムチ冷麺みたいな、うんうん、みんながその韓国で食べるのは、はい、日本人全く来られない店で食べたんですけど、はい、スープ出してくれるんですよ、コップに。毎回あったかい、熱い、冬でもまあ冷麺食べるから、はい、でそのスープがものすごい美味しかったんですよ。びっくりするぐらい、もうほんと薄味の、はい、ほんとなんていうの、鶏白湯系のスープやったんですけど、もうほんとに塩を入れないと味もあんまり分かんないよねぐらいなんやけど、なんかもう本当にコクがあるのかまろみがあるのかさっぱりなんかわからんぐらい透明感スーってしみが取るっていう、これは美味しいなってご飯って思ったぐらい、以来の衝撃があのラーメン新さんのあの大葉入りのね、はい、白醤油ラーメンにあったと思うんですけど、はい、君が食べたので上手に表現してください。はい、美味しかった以外にね。美味しかった。そのでも最初にこう食べてスープ飲んで時にもうその大葉の香りがふわっとやってきて、うん、でその食べ進めていくうちになんかだんだん馴染んでいくんですけど、それがまたいいこうなんていうんですか、調味料って言ったらいいんですか。調味料？調味料なんて調和でしょ。あ、そう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 、調和。何なん調味料って。もう言葉ありがとうございます、通訳すいません。無課長ですよ、無課長。
化学調味料なしですよ。流行りの。なんか調味料ってなんか謎な。なんて調和です調和。調和ね。ビューティー&ハーモニーね。はい。調和されていくっていうなんか味になって、スープをちょっとなんか何回かね、後でも飲んでしまうっていう。そうやね。だから少し、はい、そのラーメンに。まあ、普段、こう、こってりを食べてる人は、多分、普通の醤油ラーメンの方の、ちょっと煮干しと言いますかね。うん、エキスがしっかり出ますよって、はいはい、ちょっと、尖ってる感じの方を食べた方が美味しくて。はい、で、普段、なんか、薄味好きですわーっていう人には、あの微妙な薄さを維持できてる、うん、君が食べた白醤油ラーメン食べたら、スパン入るね。うちのお袋さんでは70後半なんで、はい、あっち食べると多分ね、美味しいスープよねっていう、こう、なんか、ラーメンがうまいのはもう、100も承知であえて言うなら、うんはい、そのスープが200点300点なんで。そうですね、スープね、ねえ、だからあれ本当面白いよね、はい、だからラーメンって1個の完成形じゃないですか、はい、だけどこう分離して食べれるぐらい、うんうん、なんかそのスープに僕はすごく愛情っていう店主様の愛情を感じるっつうんかな、はい、まあ麺もね自家製麺なんですけど僕はまあスープの方で衝撃を受ける。あそうですね、美味しかったですね、はい、というわけですね、うんまあ、本日もね昭和ではない茨城市紹介ということでね、はい今回視聴者コメントをやってみたシリーズ、はい、ラーメン新さんですね、はいラーメンウエスト100名店に該当しているというご立派なもうまあ人が並ぶというね、はい、ラーメン屋さんですけども、はい、まあまあ駐車場にちゃんと車を入れてですねもうのんびり待とうかなぐらいで1時間あれば食べれると思います。そうですし、うん、もう駅ね電車で来られてもそう駅近さ立命館大学の若い学生たちとの戦いが待ってるのでね彼らは若いし体力もありますから外で待つことなんかそりゃ平気でございますね、はい、行列増えてましたね、はい、来た時より私みたいにGやになってくるでも待ってる間になんかもう気絶しそうになったら吉野家移動しようという自分の足を食い止めるのが精一杯なんではい、まあそういう意味ではね無課長のね、はい、素晴らしい天然の食事をいただいたといますね、はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした、はい、でで、また、また、もう、なんか日本語下りやん、もう。今回はいらんことまで言ったら、なんか、調味料って言って、いやってなる。なんかこう、大葉っていう、こう、トッピングから、こう、なんていうんですか、その、ほら、お醤油とかお出汁とかに一緒にこう、溶け込むって言いたかったんですけど。うん。調和を間違え調味料。調味料って言うんだけど。まあ、そう、調味料整えてしまったかのような。そうそうそう。ねえ、なんかほんま、風評被害的な。いや無課長でしょって言ってんのに、そう誤解されるやんっていうね、はい、そう言いたかった、うん、そうお答えいたかった。可愛いからって何でも許されると思うなよ。許されてこなかったですよね。いや自分は許されてきたやんか。来てないですよ。俺という人は許さないからね。すいません。ああほんでも関係ないからもうちゃんと言わんかーいって、はい、ほんまにバックで二度引くぞみたいな。でもスープがねちょっと今さっきそのざんまさんの話で思ってたんですけどスープが美味しいだったじゃないですか、うんね、美味しかった。だからつけ麺でやっぱスープを楽しむようにちゃんとその普通のラーメンとつけ麺とっていう風に両方出してはる。そうつけ麺が人気はあるんですけどね。なんか僕はアホなんで、うん、その流行りには反発心が出る。反発心が出る。つけ麺ねラーメンつけ麺僕イケメン的なそれはもう2005年とか6年の話じゃないですかと。私は純粋にスープ汁に入ったラーメンを食べたいと。うん、でなんかねラーメン屋さんによってはそのつけ麺以外にもほら後でこう、うん、なんていうのリゾットにできるお店ある濃厚なラーメンとか、うん、トマトラーメンとかやったら、うんうんうん、チーズご飯が出てきてそれあれはあれでまた面白いなと思うんですけど。面白いですね確かに。でもラーメン審査にじゃもういじれないじゃないですかもう。そうね。ね胡椒もかけられへんしそもそもないし。いやそういうんじゃなんか、ね、そのもそも楽しむっていうねもうそのいいと思ね風味を味わっていただくってことをね、うん、推してるんでしょうね、うん、まあなんかもっと面白いこと言ったら面白いこと面白いこと、うん、いや面白くなかった。いや面白い。よかった、うん、いや面白い。ごめんね。いや面白いんやけどなんかちょっといらんこと言うな。いらんことが多分こうポコーンとなんか横から横からいやもうだいぶポンコツなトークになっていや横から飛び出すってねうん、まあ狙ってないとかいや素敵やと思うんやけど狙ってるかのような間違いが真面目になんかこうちゃんと喋ろうっていつものくだりですけどいつも思ってるんですよ。思ってるちゃんと喋ろうと自分でそうやってあれやろハードル上げるから帰ってわけだからもって言ってんじゃん。でもちゃんとほら伝えなあかんっていうあるじゃないですか。視聴者さんに伝えるのは、ね、だって本人ら匂いもかけないし食べてもいないからそうで来たらわかんでしょって言ったら YouTube の意味ないじゃないですか。そうです、ね、じゃなくていや
これだったら行ってみてみたいなのを思ってほしいわけだから汚くてもダメですか、うん、いやだからいや調味料がね言うていや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  それそこってなる調和です、はい、ハーモニーね、はい、ハーモニーは大事ビューティー&ハーモニーで吉田美也さんになるあ知らん、まあ、前もこの下りあったんやあれここでしかもあそっか V8 の後にあったんですけどあの、まあ、下り多すぎないあのじゃ あのね吉田美也さんが美和やからはいね、あ美しい車輪なんですね、はい、あじゃあ美和の和じゃあ平和の和じゃあそう平和の和なのでビューティーが、ねはい、美しい、はいうん、で 和、ね、和を持ってた年のやつハーモニー調和でそれ出して、はい、アルバムでビューティー&ハーモニーっていうアルバムを出したなんて素敵な美しい文字だけで作るアルバムを作ったんだろうってね、はい、大学生時代私は感動したわけですからそんな前だった20ぐらいやったいや、俺もほんま名曲多いですよ、まあ、特にダーリンという曲聴いてほしいんですけどね、皆さんねものすごいね、ダーリンって呼ばれたくなったもんね本当にうんなんかね、ダーリンって美しい言葉だなってさらに、うんうんうん、はい、まあそういうわけでね行きましょうか行きましょうかごちそうさまでした、またかい